楽しみしご飯の時間ですよ。今日ですね、いやちょっとありましたね、水道橋にやってきておるんですよ。それでは今日、じゃあせっかくだからね、水道橋だから、いやじゃあ食べましょうかと。水道橋といえばどこ行くんですかと。それはもちろん勝本さんですよ。水道橋といえば勝本さんでしょう。めちゃめちゃお久しぶりなんですけれども、もちろん今日僕は特製濃厚行きまして、ご飯お願いしまして、おかわりもしちゃうんでしょうね。めちゃめちゃお久しぶり、めちゃめちゃお久しぶりの水道橋勝本さん、今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。なんですけれども、お久しぶりです。あいつは痩せたね。ほら痩せすぎてどこかわかんない、あれか。すごいですね。今日岸間春樹が、かますということでですね、久しぶりにお会いしたんですけれども、私は私でやっていきたいと思ってたんですが、珍しくというか初めてじゃないですかね、全く同じコースというか同じものを、行きたいと思いますので、見逃さず。ということで2人で行ってきます。水道橋勝本さんです。行きます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、行ってきました。いやいや、もうめちゃめちゃお久しぶりだったんですけれども、やっぱ美味しかったですね。特製濃厚海苔追加でご飯だ。これはちょっとショックというか寂しかったです。あのめちゃめちゃ美味しいとんでもないご飯、おかわりし放題自由がなくなっておりました。それでも我慢できずに木島くんやりました。100円追加でご飯おかわりしてきましたよ。いやでも本当に素晴らしかったな。卵もね、いつも通り絶品で、チャーシューも美味しかった、汁もナルトも麺もね、最高でしたよ。また来ないとなって思うんですけれども、まあとりあえず、いやーごちそうさまでした。とにかくね、しゃれてた、うん、しゃれてました。で、食べたもんは、この男と一応全部同じコースってなってみたんですけど、なんかね、いいやつもしゃれてた、うん、いいやつのコースもしゃれてた。で、そのコースはまあこの動画で、実はその食べたものはちょっとあんまり映せなかったんですけど、私の方で、ここが良かったなっていうポイント、お店も全部のここが良かったなっていうポイントを、なかやん TV で、お久しぶりですね。前の動画ご覧いただいている方、あらだす、お久しぶりで私がやらせていただきましたので、それを見ていただければ分かるんですけれども、今回一番良かったのはおしぼりが布なこと、以上です。ということで、お久しぶりの中谷さんとの一緒のご飯、水道橋の勝本さん、今日もめちゃめちゃ美味しかったです。体温上がっちゃって無理だろ。今日もめちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうの。